第15位、何時、星のごとく、なぎらゆう、321ポイントを獲得。その愛はあまりにも切ない。正しさに縛られ、愛に呪われ、それでも私たちは生きていく。本屋大賞受賞作、流浪の月、著者の心の奥深くに響く最高傑作。私は愛する男のために人生を誤りたい。風光明媚な瀬戸内の島に育った高校生の明美と、自由奔放な母の恋愛に振り回され島に転校してきた甲斐。共に心に孤独と欠落を抱えた二人は惹かれ合い、すれ違い、そして成長していく。生きることの自由さと不自由さを描き続けてきた著者が紡ぐ一つではない愛の物語。まともな人間なんてものは幻想だ。俺たちは自らを生きるしかない。第15位は何時、星のごとくです。第14位、時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさん、6巻、333、桃子、346ポイントを獲得。生徒会の威信をかけて行われる聖霊学園の学園祭、全生徒がアーリャさんの劇的勝利に沸いた初日も終了し、修例祭はいよいよ最終日に突入。恋にコスプレにバンド演奏、最高潮の盛り上がりを迎えるかに思われた最中に大事件が勃発。何者かの策略によって学園祭が壊されようとする中、正親は陰謀を暴き、騒動を収めるべくたった一人で動き出す。俺を信じて待っててくれ、必ずライブは決行させる、信じてる。思惑入り乱れる学園祭、正親はこの騒動を収め、アーリャさんを輝く舞台へと誘えるのか。大人気ロシアン JK との青春ラブコメ、波乱の学園祭編、クライマックス。第14位は時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさん、6巻です。第13位、街とその不確かな壁、村上春樹、350ポイントを獲得。村上春樹、6年ぶりの最新長編1200枚、待望の刊行。その街に行かなくてはならない。何があろうと、古い夢が奥まった書庫で紐解かれ、呼び覚まされるように封印された物語が深く静かに動き出す。魂を揺さぶる純度 100% の村上ワールド。第13位は街とその不確かな壁です。第12位、私の幸せな結婚、6、アギトギアクミ、月岡月穂、380ポイントを獲得。身に覚えのない罪で投獄された清香、彼と離れ離れになった美代は清香を助けるために一人で軍本部へと向かう。しかし目的地に着いたその時、彼女の袖を引く者がいた。振り返った美代が見たのは清香そっくりの美少年。彼は清香の式だという。式に強引に連れ帰られた美代は薄葉の家で体勢を整えて出直すことを決める。全ては清香と再会するため、美代は自力で道を切り開いていく。そして迎えた薄井との決戦は、これは少女が愛されて幸せになるまでの物語。第12位は私の幸せな結婚、6です。第11位、箱舟、結城春雄、385ポイントを獲得。週刊文春ミステリーベスト10 &MRC 大賞2022堂々ダブル受賞。9人のうち、死んでもいいのは、死ぬべきなのは誰か。大学時代の友達といとこと一緒に山奥の地下建築を訪れた周一は、偶然出会った3人家族と共に地下建築の中で夜を越すことになった。翌日の明け方、地震が発生し、扉が岩で塞がれた。さらに地盤に異変が起き、水が流入し始めた。いずれ地下建築は水没する。そんな矢先に殺人が起こった。誰か一人を犠牲にすれば脱出できる。生贄にはその犯人がなるべきだ。犯人以外の全員がそう思った。タイムリミットまでおよそ1週間。それまでに僕ら派殺人犯を見つけなければならない。第11位は箱舟です。第10位、神様のご用人、ついでゆくもの、浅葉夏、386ポイントを獲得。御用人である萩原利正のもとを訪れたのは、子供の姿をした神様、九鬼若室常の神。時代とともに力をそがれ失ったかつての姿を取り戻したいという御用を告げられて、義彦の祖父利正の生前最後の御用を描いた表題作、ついでゆくものをはじめ書き下ろし番外編小説を3本収録。第10巻のその後、義彦や小金たちの御用や日常も明らかに。そして登場人物たちのプロフィールや読者からの Q&A など初公開情報が詰まった神様のご用人回顧録も収録。ファン必携の一冊。第10位は神様のご用人、ついでゆくものです。第9位、ロストケア、浜中亜紀、392ポイントを獲得。戦後犯罪史に残る凶悪犯に下ろされた死刑判決。その方を知ったとき、正義を信じる検察官大友の耳の奥に響く痛ましい叫び、悔い改めろ。
介護現場にあふれる悲鳴、社会システムがもたらす歪み、善悪の意味、現代を生きる誰しもが逃れられないテーマに圧倒的リアリティと緻密な構成力で迫る。全選考委員絶賛のもと放たれた日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作。第9位はロストケアです。第8位 YouTuber 村上龍、404ポイントを獲得。20代半ばにしてデビューをした作家矢崎健介、70歳になった。世界一モテない男を自称する YouTuber が矢崎を YouTube に誘う。承諾した矢崎が語り出したのは自由である人間について。自由な人間は滅多にいないのだと言った。自由であるということは唯一の希望を生む。矢崎はこれまで付き合った女性について話したいという。約半世紀の間に登場しては消えていった女性たち、思い出して涙を見せながら語られる女性たちとの思い出、それは今考えると生命の源泉だった。亡くなった女性も行方不明の女性もいた。彼女たちとの付き合いが作品を生み出し、矢崎健介という男を作っていたのだ。待望の傑作連作小説。第8位は YouTuber です。第7位流人道中記下巻浅田次郎、424ポイントを獲得。ランキング独占、国民的大ヒット。浅田次郎が送る新たな痛快時代小説。武士が命を懸けくるは戦場ばかりぞ、流人青山現場と仕送り人石川音次郎は奥州街道の終点民間屋を目指し歩みを進める。道中行き合うは父の仇を探す侍、無実の罪を被る少年、病を得て故郷の水が飲みたいと願う女。旅路の果てで語られる現場の抱えた罪の真実。武士の鏡である男がなぜ恥をさらしてまで生き延びたのか。第7位は流人道中記下巻です。第6位流人道中記上巻浅田次郎、434ポイントを獲得。日本中から感嘆の声続々。壬生義伝一路の浅田次郎、最高の感動作。万延元年1860年、貫通の罪を犯した旗本青山現場に奉行所は切腹を言い渡す。だがこの男の答えは一つ、異邸から嫌だ。現場は蝦夷松前藩へ流罪となり、押し送り陣の見習い与力石川音次郎と共に奥州街道を北へと歩む。口も態度も悪い現場だが、道中行き合う事情を抱えた人々を決して見捨てぬ心意気があった。この男本当に罪人なのか。第6位は流人道中記上巻です。第5位お探し物は図書室まで青山美智子、469ポイントを獲得。2021年本屋大賞第2位。お探し物は本ですか、仕事ですか、人生ですか。仕事や人生に行き詰まりを感じている5人が訪れた町の小さな図書室。彼らの背中を不愛想だけど聞き上手な司書さんが思いもよらない本のセレクトと可愛い付録で後押しします。自分が本当に探しているものに気がつき、明日への活力が満ちていくハートウォーミング小説。第5位はお探し物は図書室までです。第4位優しさを忘れぬうちに川口俊一、477ポイントを獲得。いつかなんて待たずにすぐ会いに行けばよかった。結婚を許してやれなかった父、バレンタインチョコを渡せなかった女、離婚した両親に笑顔を見せたい少年、名前のない子供を抱いた妻、止まってしまった今、お未来へと動かすために過去に戻る4人の男女の物語。とある町のとある喫茶店のとある座席には不思議な都市伝説があった。その席に座るとその席に座っている間だけ望んだ通りの時間に移動ができるという。ただしそこにはめんどくさい、非常にめんどくさいルールがあった。1、過去に戻ってもこの喫茶店を訪れたことのない者には会うことができない。2、過去に戻ってどんな努力をしても現実は変わらない。3、その席には常に白いワンピースを着た女が座っている。4、その席に座れるのはその女が席を立った時だけ。5、過去に戻っても席を立って移動はできない。制限時間はカップにコーヒーを注いでからそのコーヒーが冷めるまでの間だけ。めんどくさいルールはこれだけではない。それにもかかわらず今日も都市伝説の噂を聞いた客がこの喫茶店を訪れる。喫茶店の名前はふにくりふにくら。この物語はそんな不思議な喫茶店で起こった心温まる4つの奇跡。第4位は優しさを忘れぬうちにです。第3位、成瀬は天下を取りに行く、宮島美奈、642ポイントを獲得。島崎、私はこの夏を西部に捧げようと思う、各界から絶賛の声続々。未だかつてない青春小説。中2の夏休みの始まりに幼馴染の成瀬がまた変なことを言い出した。コロナ禍、閉店を控える西部大津店に毎日通い中継に移るというのだが、さらには M1 に挑み実験のため坊主頭にし200歳まで生きると堂々宣言。
今日も全力で我が道を突き進む成瀬から誰もが目を離せない話題沸騰圧巻のデビュー作。第3位は成瀬は天下を取りに行くです。第2位、傲慢と善良、辻村瑞稀、647ポイントを獲得。婚約者坂庭真美が姿を消した。その居場所を探すため西澤翔は彼女の過去と向き合うことになる。恋愛だけでなく生きていく上でのあらゆる悩みに応えてくれる物語と読者から圧倒的な支持を得た作品がついに文庫化。解説浅井亮。第2位は傲慢と善良です。第1位、魔女と過ごした7日間、東野圭吾、1009ポイントを獲得。AI による監視システムが強化された日本。指名手配犯探しのスペシャリストだった元刑事が殺された。私なりに推理する。その気があるなら、ついてきて、不思議な女性、まどかに導かれ、父を亡くした少年の冒険が始まる。少年の冒険×警察ミステリー×空想科学。記念すべき著作100作目、圧巻の傑作誕生。第1位は、魔女と過ごした7日間、です。